ちは。こんにちは。はい、豊さん、まあ、今年の交流戦雨で中止の分面白かったな、はい、面白かったです。残ってますが、まあ、もう一応、はい、あの終わりということで、はいはい、まあ、今年の交流戦本当に拮抗していて、最後まで優勝がどこかわからないみたいなのもありましたし、うん、どうでした、その、まあ、振り返ってみて振り返ってみて、まあ、一言で言えば、いやみんなよく頑張ったなと思うし、うん、面白い試合が多かったし、はい、楽しませてもらったな。今年もそうですよ。そう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 。いや毎年さ、はい、タコの糸が切れたみたいに、うん、ちぎりゴムみたいになってどっか飛んでいくようなチームはあったけど、はい、今年はなんかこうみんな食らいついてってね。そうなんですよ。すごくいい交流戦だったなって思うね。そうですよね、うん、なのでいい交流戦を選手の皆さんありがとうというご愛顧、はい、という気持ちを込めて、今日は豊さんの今年の交流戦ベスト9発表です。まあこれはそれ迷惑なんじゃない。いやいやいや、いや別にみんな頑張ったからさ。いやいや、もういい試合をありがとうという意味を込めて、うん、豊さんの交流戦ですと。まあそうだな、まあ頭に浮かぶのは、うん、まあ阪神で言えば才木とか、ああまあピッチャーでいうところ、そうですね、完封。やっぱ疲れてる時にさ、はい、完封してくれるとかね、はい、リリーフを使わなかったとか、うん、で山本はやっぱさすがやな。安定してますね。どこ投げても抑えるな。はい、相手がどこでもね、はい、でバウアー、あ、ね、やっぱりね、はい、サイヤング賞を取っただけのピッチャーだよ。あのやっぱり交流戦すごく良かったですね。そうそうそう、ホームランばっかり打たれるんだけどね、向きになるからねヒット3本中2本がホームランとかさ、おい2点なんで取られたんだって、ホームラン2本やそう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 、とか、はい、まあ戸郷も頑張ったな。あ、そうですね、戸郷投手もそうですね、戸郷も球数を要しながら、うん、すごく長いイニングをやっぱ意識して投げるというかね、はい、まあ、そういうこともあったし、だからすごくいいなと思って、うん、まあ、広島で言えば床田かな。あ、床田投手、はい、うん、とか栗原、まあ、そうですね、栗投手もそうですね、2勝しましたし、はい、まあ、いろいろ挙げられると思うんですが、まあ、栗なんかかわいそうだよ、うん、援護点がないし、まあ、なかなかね、そこがうまく噛み合わなかったっていうね、投手もいっぱいいますけれども、中でもじゃあ豊さんのベストピッチャー1名バウアーって言いたいところなんだけど、まあ、言っちゃってもいいんだけど、まあ、同じ YouTube 同士だしね仲間同士だね。そうですよね、いつコラボするのかなとか思うぐらい待ってますよね。連絡しとこうよな。バウアー待ってます。俺の後輩になるわけだからさ、知ってます、先輩から言うわけにはいかないのそうですね、待つしかないです、ね、まあ山崎幸也、お、オリックスの、あ、これはね、あんまり印象ないかもわからないけど、はい、接戦を全部制してきてる。お、うん、それと、はい、投げるだけじゃなくて、はい、バッティングも貢献したということだよ。確かに自らの、ね、手で叩き出しましたね。確かに、ね、防御率っていうのは、はい、まあ、2.45 とかいう、まあ、他のピッチャー、山本とかね、才木とか、うん、そういうピッチャーよりは高いかもわからないけども、うん、ずっと接戦を制してきて、はい、バッティングでも貢献してるということだよ。はい、うん、だからいいんじゃない。お、山崎福也投手、まあ、3勝もしてますし、はい、まあ、自らのバッティングという手でっていう意味でも、そう、ベスト、まあ、交流戦だからね、はい、なんかこう面白い方がいいんじゃない。そうですね、まあ、別に面白いから選んでるわけじゃない、ね、ちゃんと成績も伴っているので、はい、じゃあまずピッチャーはオリックスの山崎福也投手、はい、はい、じゃあキャッチャーいきましょう。キャッチャーね、甲斐が打点を上げると、はい、負けないという、そうそうそう、30連勝はい、でそれが発表になった途端、次の日打点上げて負けたってよくあることですよ、ね、よくあるよ、はい、まあ、梅ちゃんもすごく上げてきたしね、はい、そうですそうです、で大城の気の利いた一発というかさ、はい、まあ、そういうことも印象に残ってるし、はい、まあ、坂倉もなんかね、こう形になってきたなっていうキャッチャーとしてのね、はい、で3割超えかな、交流戦はね、まあ、その中で、はい、マルティネス、なんで日本ハムのマルティネス、うん、頑張ってるよ彼。そうですよね、マスク一時期キャッチャーやったら5割打ってたから、ね、あ、そんなでしたか、うん、やっぱね、キャッチャーのポジションにつくと打つという、はい、ことが言われ出してきて、うん、非常に頑張ったと思うよ。出塁率もいいし、そうですね、うん、だからマルティネスのキャッチャーっていうのは、うん、でかいから投げやすいらしいんだよ。あ、そうなんですか。もう相撲取りが尊敬してるみたいな感じでどしっと構えてるから、はい、投げやすいって。ピッチャー、うん、
あ、だからその日本ハムの投手陣の防御率というかがいいのもやっぱあるんですかね。ちょっと走られまくるけどね。それはね、まあまあ、ちょっと肩が当たる。まあだけど面白いじゃない。うん、面白いから選んでるわけじゃないないけども、ちゃんとまあ数字も残してますしね、はい、ということで、じゃあキャッチャーは日本ハムのマルティネス選手、はい、じゃあファーストです。はい、はい、これは一人しか俺はもう本当に思い浮かばないんだよ。はい、トング。まあそうでしょうね。彼は良くなったね。この交流戦で一気に上げてきましたね。まあ交流戦の前から打ちまくってたんだけどさ、はい、ただそのなんていうの、規定打席に達してなかったから、はい、交流戦の途中で規定打席に達して1位に躍り出たのかな、はい、うんうん、いやー彼はいいね。ホームランも打つし、広角、はい、に打つし、勝負強いし、うん、はい、もう一択です。もう一択で、その他の選手はいないというところで、はい、まあ、現時点ですけども、まあ、3割6分4厘、非常にいい打率も、そうだよ、はい、そこは頓宮選手で、はい、セカンドです。セカンドな、難しいな、はい、いっぱいいい選手いますか。おい、気持ち的には福永選んでやりたいんだよ。中日の、はい、もうね、あの子のこの首を曲げてこう粘る姿、はい、あれは本当に中日に大切なものを持ち込んだ選手の一人だよ。そうですね、勝負強さもあるし、はい、粘りもあるし、うん、だから頑張ってほしいなと思うけど、うん、でも先輩方にはちょっと物足りないというね、まだね。ただまあ以前の動画でもやっぱり中日の福永選手取り上げましたし、頑張ったという意味ではありますけれども、はい、で加藤、日本ハムの加藤豪介選手、はい、彼も4本ぐらいホームラン打ってるんだよね。打ってますね、現時点で。そうです、はい、ね、これ交流戦からでもね、はい、ファーストやったりセカンドやってるわけよ、はい、だから完全なセカンドじゃないわけね。まあそうですね、事情がありの、うん、はい、そしたらマッキーまたサッカーマッキーマーキー選手マーキーおお、やっぱマーキーは3割6分8厘ぐらい打ってるしさ、はい、やっぱり4番として交流戦ね、うん、チームを引っ張ったと思うし、はい、だからそういう意味ではマーキーじゃないかな。これあの浅村選手も3割7分ちょっとぐらいは、まあそうだね、打ってるってのもあるんですけど、まあ、まあポイントとしては打ってるけども、うん、やっぱマーキーは4番としてずっと頑張ってるしね、はい、で雨中で1本スリーランを損してるし、うん、もう上げないと不適されると思う。ノーゲームになった時ですよねそうかそうか。いやだけどマキはよく頑張ってると思うよ。そうですね、うん、あの打線の中で、はい、じゃあセカンドは DeNA の牧選手、はい、サードです。これもね、一人しか思い浮かばなかった、うん、多分見てらっしゃる方多分もう一人しか思い浮かばないと思います。もう絶好調岡本。もうそうですね、これはそうです。やっぱホームランだって一人抜けて打ってきてるしね。いやちょっとね、今現時点で8本ね、はい、3割8分2厘そうです、ね、率もいいし、これあの今の時点なんですけれども、まあ、交流戦で三冠を取るんじゃないかと、あ、可能性あるな、はい、言われてますし、まあ、今2冠なんですけれども、はい、やっぱりどこが良かったですか、打つっていうところも状態が、やっぱり4番としてさ、うん、存在感だよね、はい、まあ、それとやっぱりチームをこれだけ変えていったっていう、うん、交流戦入る前っていうのはどうなるか分かんなかったじゃん、はい、でも岡本が打つことによって相乗効果もあっただろうし、やっぱり4番がしっかりしてるからみんなが上がってきたという、うん、まあ、やっぱ岡本のその存在感というのは出てきたよね。そうですね、でまあ、一時期ね、門脇がサードだとか、はい、そういうことで外野に回されたりだとかいろいろした時はちょっとおかしかったけど、うん、まあ、だけどやっぱ本来のサードに戻るとやっぱ力が、ね、出てくるな。そうです、ね、打点18だぞ。いやすごいですね、なめんなよって感じだよそうですよね、はい、さあショートです。ショートな、はい、まあ、紅林も頑張ってたんだよね。あ、そうですそうです、紅林選手も打率3割5分6厘 な、はい、だったりとかするので、だけど、はい、やっぱおじさんだろう。そうですね、坂本おじさんだろう。やっぱあの強烈なあのさよならさよならでもやっぱりこうノーステップでさ、はい、ホームラン打ったりだとかさ、はい、まあ、いろいろ工夫も見られるし、うん、そういう意味ではやっぱ坂本の存在感というのはあるんじゃない。あのさらに交流戦に入っても状態本人もどん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 上げてきてるというか、まあそうだね、安全ではないにしても、うん、ここまで打ててるっていうのはやっぱりすごいっていうふうに本人もコメントで出してたので、ね、まあ率は3割届いてないんだよね、はい、2割9分7厘、まあ、4本塁打、まあ、ホームランがいいじゃん。そうですね、まずは、うん、でキャンプの時はホームラン打てない打てないとか言いながら、うん、
もう結構打ってきてるからね。そうですよね、気づけば。なんかお叱り受けそうな感じがする、いろいろ胸騒ぎがするんだ気のせいですよ。そうか、大丈夫大丈夫。いや、まあ確かに広島の上本とか、はい、矢野のあのプレーなんか半端ないプレーするよ。そうですね、まあ、上本もそうだけど、はい、矢野のあのエスコンで守った守備、はい、まあ素晴らしかったし、あの走塁も素晴らしかったっていうのを覚えてるけど、でも交互に使われたりだとか、まあ坂本だな、やっぱり、ね、そうですね、やっぱり、はい、まあ花があるというか、まあ、そうだな、そういう意味でも、まあ坂本選手がじゃあショート。ちょっと待ってよ。え？ああ、まあいいな。もういいですね。はい。はい、さあ、外野手3名です。はい、外野はたくさんいると思うんですけども、ちょっと思い浮かぶ名前どんどん上げていっていいですか？どんどん上げていくんだったら、うん、まあ細川。あ、中日の、ね、はい、頑張ってるね。で、6月に入っても絶好調。はい。近藤、まあ近藤選手すごいですね、本当に現在4割2分9厘。そう、はい、で、あとは楽天の岡島、岡島選手その次です。何かかんかで岡島岡島岡島って出てくるんだよね。はい、4割超えですもんね。小郷、あ、はい、小郷選手、小郷もいいよ。はい、で、まあ万波、あ、万波選手、万ちゃん、はい、いいね、万ちゃん可愛くてしょうがないんだよ、うん、ま、もう日本ハムの選手可愛くてしょうがないんだよそうですよね、万、ま、ちゃんね、うん、はい、あと丸、丸もやっぱり良くなってきたな。ホームランがね、うん、立て続けに出たりとか。やっぱり実力者だな。はい。うん、それと、まあ、ロッテの山口。ね、山口選手もホームランとか戻ってきたね。ポイントになる試合でホームラン打ったりとかさ。まあ、現時点で4番も打ってますし。そうだね。はい。で、岡林。岡林選手、はい。まあ、中日ね。はい。いっぱいいる。うん、まあ、いっぱいいるんだよ。はい、まあ、その中で、まずは、まあ、消去法でいくと、うん、小郷がちょっと落ちるかな。小郷選手もまあホームランなどもあったりとかありますけど、ただ落球があったんだよ、はい、で結局ね、小深田のサヨナラホームランで逆転サヨナラでね、はい、勝ったんだけど、うん、泣いちゃって、うん、小郷かわいいじゃん可愛いんだよ、目がクリクリしててね、はい、落とせないよって、うん、本当にイージーなの落としたから、それで逆転食らったから、でも勝ったんだけどね、はい、まあ、でもあのジャイアンツ戦でも、ね、でも大郷も良くなってんだよね。そうですよね、ジャイアンツ戦でもね結構打ってましたし、そうだ、ね、はい、でも豊さんの中ではちょっとって感じですね。そうだ、はい、で岡林、うん、中日も、まあ、よく頑張ってるよ彼はね、はい、だけどやっぱり勝負どころでは全部打たないとね、うんうん、彼はきついかもわかんないけど、うん、でもそのぐらいやんないとダメだよ中日は。なるほど、頑張っての意味を込めて今回は残念だけど、残念だけどという、はい、山口ロッテ、うん、いいですよ。いや、それ、まあ、いいんだよ、うん、本当にポイントになるところでホームランが出たりとかしてるんだけど、うん、まあ、ちょっとな、ちょっと、まあ、ちょっと足りないかなっていうね、打点もまず近藤は入るんだよ、だからまあまあまあ、それも文句なしですよ、ね、文句なし。ただ腰が抜けたとか言って、え、いやいや、神宮でやってて、はい、あの飛びついた時にね、高橋奎二のライナー性を飛びついて取ってた、うん、だからその後からベンチ行ったから入って次の日代打では出てきたけど、でも近藤はいいよね。あ、いいです。近ちゃんはいい。全て の、まあ、打率でもそうですし、打点でもそうですし、出塁もそうですし、はい、ホームランも、うん、まあ、近ちゃんは一人決定。あ、じゃあもう近藤選手も決定、はい、残り2枠。丸も、うん、ちょっと最初もたもたしてたんだよね。そうですね。で中盤以降から、まあ、ちょっと打ったけど、前半のことを考えると、うんうん、ちょっと物足りないな。今すごくいいけどね。そうですね、すごくいいけど、トータル的に考えるとちょっと遅すぎたという、ね、そうですね。じゃあちょっと、まあ、そんな感じ。じゃあ今回は残念ということ、ね、となると、あと岡島は入りそうだよな。そう、皆さん自分のことだね。入るかな、入るかな。岡島はいいよ。今はもうなんだかんだって言ったら岡島、岡島が出てくるわけよ。4割超えですしね、この交流戦。そうそうそう、はい、だから近藤、岡島は決まりかな。決まり、この2人は。じゃあ楽天のもう1人は岡島選手。さあ残り1名です。元後輩か、元後輩か、可愛い子か。可愛い子か、あ、なるほどね。あ、だから細川、はい、細川なんか一人でチームを引っ張ってる感じがするんだよね、痛いほど頑張って。そうですね、ホームランってるとか、黙々頑張ってるから、うん、まあ、2割9分6厘ぐらいしか打ってないのかな、まあ、3割はちょっと、トータル的には3割打ってるのかな。交流戦だと2割9分6厘、3着ですね、はい、ね、で3本のホームラン、はい、4番になってな、途中からな、うん、だから本当に頑張ってる、うん、でもう一人悩んでるのはマンちゃん。
あ、万波選手、はい、ワンちゃん可愛いから入れちゃおうかな。まあ数字もちゃんとね。いや、ただそのホースボークで、あのサードランナーのスタート、もう抜群だったしね、はい、交流戦で3割飛んで9人、はい、3割は残してんだよね。ただインパクトとすれば、ちょっと薄いんだよ。万波選手がちょっとインパクトは薄いかな。薄い、まあ、薄いって言ったって3割飛んで9人、3本のホームラン、まあ打点が4か。打点4、まあ、細川選手は対してちょっと、打点が違いすぎるんだよ ね、 でね、同じ4番なんだよチームのね今はね、はい、うん、やっぱ細川かな。細川やっぱ打点12っていうのは貢献してるっていうことも含めて、まんちゃんは今度なんかご褒美あげ勝手にいやでも細川選手バンテリンでもホームラン打ってますし、そうそう、この交流戦、はい、やっぱり296も3割は届いてないですけど、打点12っていうのは、まあ、それはね、あの中日のね、はい、打線の中で12打点上げるって大変なことだよ、はい、やっぱり本当にこの交流戦だけで出すんですよね。そう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 、だからまあ細川かな、細川選手、はい、お、じゃあ外野手、おお、もう捨てがたいけどな振れ落としちゃったからなその印象がね、そう、泣いちゃったし、そうです、勝ってよかったけど、そうですよね、ちょっとその分がね今回足りなかった、豊さん的には響いてくるものが、まあそうだね、現時点6月17日時点で選んでいる打率とか数字になるんですけれども、またお叱り受けるんだよ、そう、いつなの早いだろみたいな終わってからやるなよみたいな、終わってからじゃ遅いんですよね、遅いんだよ、そうなんです、もういろいろやってるからそう、いろいろね、いっぱいいろいろやってるんで、そうそうそう、同時進行でいろんなことが行われてるんで、はい、まあまあこの時点での数字ということで、まあね、これ全部は、はい、なので、まあ、今挙げた選手たちが豊さんの今年の交流戦のベスト9と、いやそれでお前気がセパで MVP っていうか、うん、いきますか、なんかものすごい気になって印象に残った人、セパ1名ずつ、まあ、まあ締めようとしたのセパ1名ずついきますか、もちろんだよ、じゃあまあセリーグから豊さんのまず MVP 誰ですか、セリーグか、はい、大山、阪神の大山選手、これはね率は低いんだよ、はい、2割5分いってないのかな、うん、2割4分1厘ぐらいか、だけどポイントでフォアボール取ってんだよ、あで里取りが調子がいい時に里取りにそれがつながって、うん、それからチャンスを広がったりだとか、はい、まあ、してるんだよね、だから大山は変わったなと思ってね、その数字では現れない素晴らしいところ貢献度があるっていう、フォアボール14取ってる、あ、素晴らしいですね、そうそうそう、うん、だからまあホームランは2本しかないけども、はい、状態的にはあんまり良くなかったと思うんだよ大山はね、交流戦の時に、はい、だけどやっぱり大事なところでフォアボールを取って、うん、ピッチャーを苦しめて、はい、満塁にして後ろのバッターに打ちやすいような打席を回すという、そういうことが多分できてるんだよね、多分だね、できてる、できてるんですね、だから大山のその存在感というのはすごくあったなと思って、まあ、つなぎとしての4番というところですよね、そう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 、じゃあセリーグの豊さんの MVP は阪神の大山選手、え、ベストナインなんで選ばないなって言っていやそれはね、トングいるから、そうですね、ファースト強烈な選手がいたから大山は漏れたけど、はいはい、でも大山はセリーグでは俺はなんかインパクトがあった選手だと、豊さん的な、まあ、豊賞 MVP ですね、これ大山も好きなんだよね、あ、言ってましたね、若い頃から、あ、そうなんですか、うん、セカンドランナーで刺されて、うん、巨人戦で、はい、俺大変なことしちゃったみたいな顔してるのが金本監督の時が、何やってんだろうなみたいな、はあ、怒られるみたいなそういうのがあって、はい、なんかすごく大人になって、うん、まあ、素敵な選手になってきたなって思うよね、ああそういう感じなんですね、はい、まあ、今年は本当にファーストでポジションをね、まあ、そうだな、固定されてますし、はいはい、豊さん的にはじゃあ豊賞はセリーグ阪神の大山選手、はい、パリーグです、パリーグはもうこの選手しかいないよね、今上がってない、いやもうトータル的に見ても頓宮だよパリーグ、あー、もうそこは頓宮選手、いや頓宮はすごい、うん、まあ、3割6分4厘の4本ホームラン、はい、これはやっぱりねすごいよ、出塁率も4割超えて4割6分2厘ある、うん、半分出てる、まあ、足切れるぞそのいや本当にこの前でも、どこの試合だったかな、ヤクルトの試合か、うん、一塁に出て、はい、杉本がわざわざ左中間にツーベース打ったら、はい、一塁からチョークホームへ、うん、もう終わり切れるんじゃないかとか思いながら見てたけどさ、はい、切れずに帰ってきたけど、うん、これだけ出てるとやっぱ疲れも溜まってきてる中ね、はい、よく頑張ってるよね、そうですよね、
まあ、交流戦でもね各部門の上位にも占めてますし、そうだ、ね、うん、で豊さん的にもやっぱりファーストで頓宮選手選んでますし、はい、それでもまあダブル重複はするんですけれども、やっぱパリーグはもう頓宮選手以外にないと、うん、近藤選手とかもね、いや近藤も良かったけどね、まあ、だけどやっぱ頓宮でしょ、頓宮選手でね、もう一つ加えるとしたらベテランの中で角中そうですね、これ地味なおっさんだけどさいや頑張ってんだよ、これ交流戦、ね、はい、ね、青木を抜いてトップになったんだ、通算打率が、はい、交流戦だけの打率、うん、このおっさん忘れちゃいけないよお前、その代打から出てきて、そっからもうまたレギュラーに返り咲いて、まあ返り咲いてた、まあ、そこまで大げさに言うまだ機会だから、はい、まあ、だけど使われた全スタメン6試合ぐらいあると思うんだけど、うん、全試合にヒットって、まあ、5番打ったりとか、どうしてそうですよね、おっさんお前もう膝が骨折するぞっていうぐらいこう低く構えてね、頑張ってますよ、そうそう頑張ってんだよ、だから何賞にしましょうか、ね、まあ、あのおっさん賞でいい、おっさん賞、ベテラン賞ベテラン賞ですね、おっさん賞、あ、おっさん賞、おっさん、なんかおっさん賞何ですか、おっさん、まあ、いいだろ、超畜梅みたいな感じ、そうそうそう、おっさん賞角中選手特別に、おめでとうございます、はい